はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。これは中西の朝食ですね。スパゲッティ、よこいのスパゲッティっていうね、あんかけスパゲッティで有名なお店のスパゲッティですね。本来はあんかけスパゲッティが合うんでしょうが、あのソースないんで、明太子、豚肉、しめじ、ネギ、油、ネギちょっとあれしましょうかね。で、豚肉、ちょっと塩、めんつゆみたいなのを入れに足して、豚こま切れ、しめじ、めんつゆとみりんにちょっと水を混ぜましょうね。胡椒、スパゲッティ大丈夫かな、まだ硬いかな。アルデンテというよりちょっともっちりさせたいんでね。これだけでもまあ美味しそうです。でも味は薄め、明太子入れるんでね。火止めて明太子を入れて絡める。あ、いい匂い。盛り付けます。麺を先にこう、ネギを最後に散らして、はい、これで完成です。いただきたいと思います。いただきます。うん、美味しい。麺がちょっとまだ硬かったかな。食べづらいな、このフォーク。ね。うまっ。うまっ。これね、ファミマのね、なんだ、焼きうどんで、明太子と高菜の焼きうどんっていうのがあって、それがすごく美味しいんですね。明太子ソースがね、甘辛い感じのソースで、出汁が効いてる。それがすごくね、食べて美味しいなと思って、そういう感じの味にできないかなと思って、やったら、近い。まあまあ近い感じになった。ポイントは豚肉の油。だと思います。麺はね、これじゃない方が、普通のスパゲッティの方が良かったかも。か、まあ、うどんか、だから焼きうどんにするとか。これちょっとね、やっぱね、食べづらいんです。ここにあったから使ったんですが、豚の油と明太子とみりんがすごくね、よくマッチしてて美味しい。ネギもいいですね。ネギ最初と最後分けて入れてますが、ちょっと焦がし気味のね、最初を入れたやつはね、ネギの香りがふわっと香ばしい香りが立って、美味しいなこれ。しめじもいいですよ。あのファミマの本当美味しいんですよね、焼きうどん、明太子と高菜の。あのバターとか生クリームとか入れてる感じじゃなくて、でも油が効いてる。何がいいだろうと思って、こう豚肉にしま、豚の油、豚肉にしましたけども、それがいいですね。人にね、出したいぐらいですよね。もうなんか使ったもの、どれもがこううまいこと味になってるのが嬉しい。ここまで成功することってそんなないですよね。麺はこんなに太くなくて、
っぱ普通のスパゲッティのサイズがいいかな。うん、そうですね。か焼きうどんにするか。さっきも言いましたね。すいません。まあ何にせよ最後に明太子をね、火止めてから和えるのがいいと思います。ごちそうさまです。豚の脂と明太子合うな、本当にね。美味しかった。あー、お腹いっぱいになった。あの、なんだ、だしつゆの素ね、もう甘口のやつを使ってます。はい、にさらにみりん足してるんでね、うん、結構甘めにしてますね。でもそれがいいですね。うん、美味しかった。まあちゅうことで、はい、マジ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 、美味しかった。